ナギ豊です。小牧です。お願いします。今日は老いたち喋りたいと思います。老いたち、確かに俺山口県生まれで、はい、親父が転勤族だった、はい、まあ、福岡、鹿児島、愛媛、帯広、帯広から俺山口に帰って高校野球をやるわけだけど、その間のことをちょっと喋りたいと思います、はい。まあ、とにかくやんちゃ坊主でさ、もう雨が降ってもお袋に傘が差して遊べないじゃん。タオル巻いてくれっつって外出て遊んでたぐらいの元気な坊主だったらしいですね。その頃はあんまり記憶ないんだけどさ、鹿児島に2年間いて、で野球に携わったのは愛媛から。当時松山商業が小学校4年の時に甲子園で優勝するとか、まあ野球のメッカだっていうか、でその時にやってたことは屋根にボールを投げて、昔瓦屋根じゃない、投げたところに落ちてこないわけよ。あ、変わるってことですね。もう上でイレイラしてたから。確かに。でどこに落ちてくるんだっていうのを待ってそれを取りに行ったりとか、そうやって遊んでた、はい。親父が野球部を作って。あ、親父さんが作ったんですか。うん、会社のね。そうなんです。草野球チーム軟式野球、はい。その時にまだ珍しいバッティングマシンとか買っちゃったんですよ。それを俺ら小学校の時に友達引っ張り出して、はい、勝手に打ってたんですよ。でも俺野球がうまくなるっていうのはさ、発想だと思うんだよ。今考えるとこう屋根に投げてた、俺が小さい時にやった方がいいよっていう反射系、それで鍛えられてたよね、うん、そこでだから決まったんかもしれないですね。そうそうそう。なるほど。で中学になるとさ、まあ、野球部に入るわけだ。でも野球部っていうのは北海道だから、これが入ったらあんまり盛んじゃない。友達も野球やろうぜって言うんじゃなくて、なんかちょっと違ったんだよね。愛媛に住んでた頃よりも。これは一人で壁に丸書いてそこに当てる練習もしてる。当てて帰ってくるみたいな、はい、それを取る練習もしてる。ピッチャー兼内野手、そこでそれはつまんないから何も起きないの。石巻なんでか分かる。イレギュラー。そうそうそう。投げてイレギュラー取る練習してる。すごいだか。それは自分が楽しかった。それで、こう新聞を丸めてちょっとお袋投げてくれって。で芯で当たらないとパーンと破裂しないんだよ。そういうのを自分で考えてやってた。すごいっすね。やっぱ野球が好きだったんだもんね。なんか一定のことをやるのが苦手なんだったんだと思う。だからもう飽きないようにこう常にこう自分で考えてた、アイディア出して、うん、発想だよ。はー、そういうので小さい頃は遊ぶ子だったんだ。まあ高校の時はスイングしたとか言ってたじゃないですか。ロソクを立ててね、それは見返してもらうと分かるけど、大学の時はなんかそうだな、まあ遊べるから。そこで間違えちゃったんですね、うん、ちょっとな。こう方向がちょっと変わる。いやでも大学の時にレベルを知って、高校の時ってメーデンとかさ行ってるとさ、あの人がプロ行ったって言ったらさ、大体そこそこのレベルって分かるじゃない、うん、あの人じゃないといけないんだ。高校の時は名門でもないし県内では強かったけど、うん、名門ではないじゃない。プロに行ったやつもいないし分からないんだよレベルは。大学行ったら何人もプロ行くじゃない、はい、だからあの人で行けるんだと、レベルが分かるじゃない、じゃあ俺いけてんなと思ってプロになった。へえ。俺の野球人生ってさ、子供の頃からこう振り返ると発想なんだよ。何をやるか、ボール一つ投げるにしても転がってくるボールが投げる力が一緒だったら一緒のとこしか返ってこない。それじゃつまんない。だから石巻だとかしたりとか、瓦屋根に投げてボールが弾んでどこに落ちてくるか分からないって、それをお前スライディングしながら取ったりとかしてたから周りから見てやばいよねみたいな、そんな感じだった。遊ぶにしても何するにしても発想を持ってやると上手くなるね、ほとんど。必然的にプロになったっていう。プロになれないと思ったことはないよね。でも確信したのは大学入って、あ、このぐらいでもプロに行けるんだと思って。イチローさんと似てますね。そういう稲葉さんを見た時に、あ、行けるというか、イチローさんと誕生日一緒ですね。そうそうそう、10月20日。いや、なんか似てるかも、感想。内容は全然違うから。一応 YouTube しないでしょ。分かんない、分かんないですけど、まだまだ僕からするかもしれないです。やる可能性ありますから。あいつらやったらお前すごいだろ。パイオニアですか。教えてやるから来いみたいな。イチローさんの YouTube にあの、ゆたかさん呼ぶんだよ。はい、お前そっち行って。またやろう。イチローさんのところに。またドッキリじゃねえだろ。まあそういうことで発想が大事という、はい、一つ遊ぶにしても何するにしても発想、まあ、勉強するにしても発想の転換で急に成績が上がったりとかする人がいる。勉強のやり方を変えてってね、そういう発想が大事というね、お話でした。どうもありがとうございました。